いや、調子はどう？よそ者にしてはすぐ馴染めそうだな。連邦ではボルトスーツを着ていたのかい？またはここに来るときだ。フォーサイスとレイチェルはメディカルサプライを十分に備えている。連邦のお客様、ようこそ倉庫へ。散らかってますがご勘弁を。最近片付ける時間がなくて。何でも好きにしろ。忘れてくれ。今そんなことに構ってはいられないんだ。子供にヘトヘトにさせられる時もあるわ。ケイティ、しばらくは子供たちの話の種になるでしょうね。ホルト、まだそこにいるのか。あの坊やがどこにいる。オースティン、オースティン・エンギル。外で暮らすのは大変なんだろうな。ドクター・ペンスキー、あなたなら完璧よ。新しく作ったフルーツを試してくれる人が必要なのよね。なぜ？たった今開発した新型のマットフルーツよ。栄養価が高く、放射能による毒性は取り除かれているはずよ。でも試食をしてくれる人が必要なのよね。ああ、まず君のことを教えてくれ。私？ボルトの生物学者であり、水栽培庭師よ。ここで見られる植物のすべてを栽培したの。開発したばっかりのこの新しいフルーツを含めてね。だけどそれを試してくれる誰かが必要なのよ。頼んでも試してもらえないのかな。危険なのか。すべてのものに危険はあると思うわ。そのためのメディカルセンターなんだから。仕方がない、試してみるよ。やったわ。どんな味か、またはどう思ったか教えて。ガイガーカウンターをどこにやったのかしら。すみません、ドクター・ペンスキー。そのフルーツを食べてみた？どうだった？改良の必要ありだな。全く味気がない。それなら必ず何とかできる。新しい掛け合わせをいくつか始めてみなければ。とても役立ったから、他の能力面でも手伝ってもらえるかな。研究をするにはこれらの植物が必要なの。わかるでしょ。これらには何か特別な栄養が必要なのよ。特に人参とか。連邦にいるとき肥料を見つけて持ってきてくれたら、それに対しお礼を払うわ。いくら支払ってくれる？25キャップなら払うわ。交渉はなしでね。あなたたち外部の人間が取引を楽しんでいるのを知っているけど、そういうの全然得意じゃない。いいよ、そんなことでよければ。本当？それはよかった。監督官に新たに依頼を出さなければならないことを恐れていたのよ。時間があるときに見つけたものを何でも持ってきてよ。ちょっといいですか、ドクター・ペンスキー。芋がうまく成長しないよう。もっと種が必要だわ。連邦でピップボーイをつけるとは勇気があるのね。未だに盗もうとする奴がいないなんて信じられないわ。いいね、ボルトスーツがよく似合ってるよ。
要なら理髪師はここだ。あんたに必要とは言ってない。ゆっくり見て回って。こんにちは、監督官。メディカルセンターに行ってドクター・フォーサイスに会った。あなたに会うことを楽しみにしていたわ。さあ行こう。人造人間じゃないんだろうな。もちろん。ちょっといいですか、監督官。ここにいる間は私たちが提供できるサービスを気軽に利用してちょうだい。に会いに行くといいわ。連邦にはあまり理髪師がいるなんて思えないから。ミランダは俺が81を当たり前のように思っているっていうのが好きなんだ。だが時々ここに捕らえられているような気がしてならないんだ。気をつけて。打ち解けた会話を求めているんだったらここにはないよ。欲しがる。おい、クリケット。溶けた顔が好みだって。だったら私と付き合う？また後で。もちろん
この世に時間はいくらでもある。バカ野郎。おい、クリケット。銃がたくさんありすぎて選んでいる暇がない。じゃあさっさと買うしかないね。持ってるものを見せてほしい。銃、銃、もっと銃を。あなたのためだけに。